皆様こんにちは。11月の27日午後3時57分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はーい、それではですね、本日週明け月曜日の配信をね、行っていきたいと思います。仕事前の人動画ということで、私ビットマン TV、5時過ぎからね、仕事がございますから、サクサクと皆様にね、お得な情報を お伝えしていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、お得な情報というのはこちらでございます。ビットゲットさんの方で、本日かな、本日の午後8時にとうとうテンセットが上場するということで、こちらね、テンセットをご存知でない方いらっしゃいますよね、おそらくね、いらっしゃると思うんでございますけれども、もしどういった通貨か分かりたい、知りたい方は、ビットマン TV の動画の再生リストの中に、あちらクリプトマフィアというね、再生リストがございます。この動画のチャンネルの方のね、ページの方に飛んでいただけたら分かるかなというふうに思いますけれども、再生リストの中にクリプトマフィアというものが入っております。で、その中でテンセットをね、ご案内、まあ、どういった通貨かっていうのを、まあ、軽めに説明をねしておりますから、ぜひともね見てみてください。よろしくお願いいたします。で、話は元に戻しましょう。ビットゲットがテンセットを上場、参加して1万5000ドル相当の、テンセット山分けを獲得しましょうということで、やっぱりこうね、海外の取引所の中でも特にね、日本の方にとってはトレード以外でね稼げるネタっていうのをビットゲットさんがね、ちょこちょこ用意してくれておりますから、ぜひともねご参加なさってみてください。ちょっと読んでおきましょうかね。こちらまずキャンペーン期間が、本日の午後8時から12月4日の午後8時までということでございます。日本時間でございます。で、まずアクティビティ1、はい、入金報酬ですね、9000ドル相当のテンセットを山分けしましょうと、どういったことか、最低50ドル相当のテンセットを入金すると、9000ドル相当のねテンセットの賞金プールから、10% の還元を獲得することができますと。で、1人当たり最大50ドル相当のテンセットをお受け取りいただけますよと。で、アクティビティ2、はい、取引をして、6000ドル相当のテンセットを山分け、はい、キャンペーン期間中、つまり12月4日の午後8時までにテンセットの取引量が、まあ、現物でしょうね、普通にね、取引量が100テザーに達したユーザーは6000ドル相当のテンセットの賞金プールの山分けを獲得できますと。で、こちらもそうかな、テンセットの取引量の割合に応じて報酬を獲得できると。で、各ユーザーは最大50ドル相当のテンセットをね獲得できますということでございます。ですから、もしね、入金と取引2つ合わせたら、お一人当たり最大ね100ドル相当のテンセットがまあもらえるということで、まあ認識していただけたらなというふうに思います。よろしくお願いいたします。で、あと上から下に、まあこれはね、もう今アカウントを開設する方においては KYC、 まあいわゆる本人確認ですよ。こちらはねもう必須となっておりますから、新しくねアカウントを開設した方はまあ大丈夫かなというふうに思いますけれども、昔から、ビットゲットさんのアカウントをお持ちである方でまだね KYC をもしかしたらしていない方がいるかもしれませんから、ここはねイベントを参加するためには KYC 本人確認をね完了していただく必要がございますから、ここはね、お間違いなきよう、お忘れなきようね、よろしくお願いいたします。で、一応このテンセットの配布に関して言うと2番、はい、1週間以内に、現物アカウントにね配布をされますから、ここもね、せっかく入金とか取引したのに、全然入金されないんだけどみたいな風にね思う方いるかもしれませんけれども、1週間ちょっとねお待ちくださいということでよろしくお願いします。で、あとは最大に重要なこと、こちらに関して言うと、この今すぐ参加というボタンを押してからご参加をねしないといけませんから、押さずに例えば入金したりとか取引したりしてもこのイベントの対象にはねなりませんから、ここはもう間違いなく最大限にね注意しておいてください。まあ、どうでございましょうか。テンセットを取引するかテンセットを入金するかわかんないけど、一応この参加をするボタンっていうのはね、毎回こうイベントがあったりした時はまあ押しておいても損はないのかなっていう感じ、やっぱりこう忘れているね、方もいるかもしれませんから、そういったところね注意していきましょうということでよろしくお願いいたします。はい。で、一応ね、ビットマン TV、はい、こちらが X の方になりますけれども、ビットマン TV のね X の上の方にもビットゲットさんのリンク、ビットマン TV 専用リンクをね、ご用意しておりますし、この動画の説明欄の方にもね同じリンクを貼っておりますから、もしよろしければ、ビットゲットさんアカウントをねお持ちでない方がいるんであれば、ビットマン TV の専用リンクをねご活用いただけたら大変ね嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ、海外の取引所でございますけれども、まあ、かなりね日本の方もう本当に国内取引所より、下手すると国内取引
引所にかなり寄ってる可能性は高いかなというふうに思います。うん。現物上場のね、スピードもめちゃめちゃ速いですし、先物関係もね、まあ、取引はかなりしやすい、通貨数も多いですから、まあ、使い勝手はかなりね、いいところになっておりますから、海外取引所、どこか一つ悩んでいるんであれば、まあ、ビットゲットさん、まあ、バイビットさんもね、かなりおすすめでございますけれども、ビットゲットさんがね、おすすめのうちの一つかな、というふうに私自負しておりますからね、よろしくお願いいたします。はい、で、行きましょう、行きましょう。ご案内は以上。テンセットをね、お持ちである方は入金をね、してみてもいいかもしれません。はい、で、まずは重要ニュース、お一つ目、こちら、ポチビトンだと、いうところなんでございますけれども、なかなか、はい、開きました。行きましょう。はい、ビットコイン関係のね、話。うん。ビットコイン供給量の 83.6% が今含み益になっていると。で、過去最高値を記録した、21年の11月以来の水準ですということですね。で、上から下ちょっと流していきますけれども、ここから読んでおきましょうか。暗号資産、まあ、いわゆる仮想通貨市場では、ビットコイン価格は、前日比 1.03% 安の、37,348ドルに、まあ、今なっていると。で、週末にかけてね、一時38,000ドルを突破した。うん。主要アルトも総じて下落をしましたと。で、ゲーム関連では、新作の、ブロックチェーンゲームのガスヒーローのアルファ版テストを控え、高騰をしていたステップンがね、反動安となった一方、アクシーインフィニティが前日比 19.4% 高となるなど物色がね、続いたと。まあ、ゲーム系通貨がね、去年あたりも多分言ってたと思うんですけど、やっぱり今年の、一つトレンドにはなってるかなという感じ。で、グラスノードの最新データによると、足元の相場上昇を受けて、市場に流通するビットコイン総供給量のうち 83.6% の1636万ビットコイン以上はね、含み益となっているということですね。で、同水準に達するのはアメリカ初となるビットコインの先物 ETF 承認を受けて、過去、最高値の6万9000ドルを記録した21年の11月以来ですと。で、過去の平均値、を大きく上回っており、歴史的には強気相場の初期段階と一致しますと。だから今から始まってくるかもねっていうことをね、まあ、案に言っているのかな。で、また、ウォレット残高を追跡するオンチェーン指標の、蓄積スコアは純流出の顕著だった年初と比較して、純流入傾向がね、浮き彫りとなったと。で、この点についてグラスノードは、23年10月下旬以降、明らかな変化が起こったと指摘。クジラに限らず、あらゆるウォレットサイズの投資家が、保有資産のね、大幅な増加を試みていますと。で、その背景にあるのが、まあ、SEC のね、ビットコイン現物 ETF の、承認期待がかつてなく高まっていることがありましょうというんですね。で、ビットコインの市場価格と蓄積トレンドスコアの両方が上昇する場合、大口投資家の買い集め行動がね、示唆されるため、はい、ポジティブな価格変動が維持されやすいと。で、まあ今確かに維持はされてますよね。3万7000ドル付近でずーっと横ばい推移ということですからね。あと何かしらのきっかけがあればパリッと4万ドル。まあ、現物 ETF の承認というニュースが流れてきて4万ドルにパッとね、アタックしていく可能性があるのかなという感じもしますけれどもね。まあ、それにしても、うん、まあ大口の方々、クジラの方々はね、買い集めコードに入っているのかなっていう感じ。で、緑色っていうふうに書いてますね。で、一方、レシオが冷え込むと、小口の投資家は保有コードを維持できなくなって、価格が横ばいになり、最終的にね、勢いが衰える傾向にありますと。まあ、赤色の部分ということ。で、大幅調整中のスコア、高いスコアは、大口投資家が仕込み始めており、底値がね、近づいていることを示唆するという、ということですね。で、ここから上から下。ここちょっとね、注目しておいてください。アルトコイン関係、無期限の先物特化型の、DEX、DYDX のガバナンストークの DYDX は、従業員などの関係者や初期投資家、あとは、コンサルタント向けのロックアップのうち、ここ注意ですよ。30% に相当する、1億5000万 DYDX がね、12月1日、あともう少し、木金あたり、12月1日にアンロック予定となっています。だからこれね、バッと市場に流れ出る可能性があります。ですから、一定の売り圧力が、想定されると 30% って相当だと思いますからね、これね。ちょっと今ね、価格はガッと上がってきてるんですけど、注意しておいてください。12月1日、2日あたりはね、下落の方向に走っていく可能性がありますから、まあ、先物関係、そういった意味で言うと、ショートチャンスがね、訪れる可能性がありますからね、ちょっとファンダ的な要因として一応 お耳の奥に収納しておいてください。で、当初アンロックは、2月上旬に予定されていた、今年のね、2月上旬に予定されていたが、まあ、延期されたと。で、12月1日のアンロック後は、
総供給量の 40% が半年間にわたって毎月アンロックされていき、翌年には 20% がね、解除される見込みですということでございますから、ちょっとここ DYDX あるところに関してはね、ちょっと売り圧注意しておきましょうということでよろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう。次はリップル関係のね、話がまた上がってきております。昨日ね、チャートでも言っておりましたけれども、ブルーフラッグがね、まあ、作成されているような形になってますよね、というふうに言っていた。うん。それがもう、まあ、同じようなね、このゴラさんという方がね、まあ、同じように言っているということで、一応ニュース取り上げておきましょう。XRP チャートでブルーフラッグ形成。今後もしかしたら数週間で 20% ぐらいね、上昇するかもしれないよということでございますね。行きましょう。はい。XRP 価格はブレイクアウト段階に。うん。いわゆるブルーフラッグパターンは、強い上昇トレンドの後に、価格がね、まあ、下落の平行チャンネル内で推移した時に形成されると。で、価格が上昇トレンドラインを上回って、十分なボリュームでブレイクアウトをすると。うん。以前の上昇トレンドの高さと同じ幅でね、まあ、上昇をするということですね。で、11月26日現在、XRP は、ブルーフラッグの上昇トレンドラインを上回って取引をされていたが、まだボリュームは弱いと、少ないと。で、これはトレーダーの XRP の強気継続に対する信念が弱まっていることをテクニカル的には示していますよと。まあ、こういったグラフとして推移していく可能性がまあありますよと。右上がりでガンとね、いく可能性があると。で、トレーダーの思惑が決まらないことで、XRP 価格は、上昇トレンドラインをサポートとしてテストをする可能性がある。つまり、11月までに 0.59 ドルまで下落をする可能性がありますと。で、この水準は週足チャートでも XRP のね、下落目標の周辺にあると。で、ブルーフラッグシナリオが成立して、上昇トレンドラインからの高ボリュームの反発が起きれば、うん、XRP は、まあ、だから とりあえず取引高がつけばということですね。XRP は12月に、0.75 ドルまで上昇する可能性があると。で、これは現在のね、水準から 20% 以上の上昇。逆に、上昇トレンドラインを下回ると、強気継続の設定が遅れ、下位のトレンドラインね、が 0.54 ドル付近に近づきますということですね。で、オンチェーンデータ、ここは注目しておきましょう。XRP のオンチェーンデータは、最も裕福な、まあ、枚数を集めている、まあ、クジラ様たちでございましょうか。裕福なアドレスからの強力な蓄積により強気に傾いていますと。で、注目すべきは XRP の修正期間は、10万から1000万トークンのバランス、まあ、量をね、持つね、アドレスの供給の増加と一致していると。で、これらは、いわゆるクジラは過去1週間で、682万ドル相当の XRP トークンを購入したということです。だから、どうですか、日本円で言うと10億円ぐらいの、XRP を購入していると。で、言い換えればこれらのクジラは、おそらく直近の安値で XRP を購入しており、うん。これは12月の価格上昇に対する彼らの信念を示唆していると。で、これは上記のブルーフラッグ設定と一致していますということですね。で、SEC 対リップルの判決が迫る。まだね、続きがありますからね。うん。XRP の価格は2023年に入ってから 85% を上昇していると。で、これは SEC に対する、うん、部分的な勝利が、まあ、主な強気の要因だと。で、しかし、裁判所は依然として、うん、機関投資家向けの XRP 販売が、アメリカの証券法に違反したかどうかを判断する必要がありますと。で、この裁判時期が最後。はい。XRP とリップルの、リップルと SEC 間の裁判は、来年の4月23日に再開される予定。で、一応ね、このホーム、まあ、弁護士の方々は、和解の可能性が高いと見ていますと。で、2000万ドル以下の和解は、リップルにとって、もうほぼ 100% に近い勝利をね、意味していると述べているということですから、まあ、まずはね、個人の投資家の方々に対する、証券問題っていうのは、ま、一つクリアをされた。あとは、機関投資家向けにっていうところがありますから、これが完全にクリアされればね、またもう一段上っていうところが考えられますし、それこそも前から言っておりますけれども、リップル社のね、IPO という、うん、まあ、株式公開ということに、なるわけでございますけども、 IPO の話もね、まあ、出てくる可能性があるかなと。そうなったら、まあ、リップル、爆上げね、していく可能性が高いんじゃないかなというところで、これはあの CEO の方がそもそも言ってましたから、うん、SEC の問題が、解決の方向にも完全に向かえば、やっぱり IPO、新規株式公開をやっぱりリップル社としてしていく流れになる、なりたいと、そうしていきたいみたいなことを言っておりましたから、これがね、いよいよこう足音ぐん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 近づいてきて現実のものになるかもしれませんからね。その話が出てきてから買っていっても、まあ、遅くはないと思うんですけど、まあ、なるべくならね、そういった話が出てくる前に仕込んでおくっていうのが一つ戦略かなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、それではね、本日のご案内、そして重要ニュース以上となります。はい、そして行きましょう、本日のチャート分析でございます。と一旦その前に時飛ばし、はい、
それでは再開していきたいと思います。チャートはビットコイン、イーサリアム、あとはリップルと、ブロックをね、見ていきたいなというふうに思います。いきましょう。ビットコインでございますね。いきまーす。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が37,230ドル付近をね、推移しているようなところでございます。で、なんとかね、今日の朝9時、陽線でギリギリでございますけれども、終了をね、していったところ、だから、1、2、3、4、5、6、6週連続ね、陽線ということで、まあ今、下髭を伸ばすような動きが出てきているのかな、ちょっと下落の方向に走っているわけでございますけれども、先週、先々週のね、やっぱりこの下髭の長さが、強気派の方々のね、やっぱりこう、守っていくべき、ラインとして、安値切り上げのラインとしてはね、やっぱりこう意識されているのかなっていう感じ、下髭の長さを見るとね。だからまだ、上昇のね、勢いっていうのは、まあ、ちょっと衰えてはきているんですけれども、まだ継続中かなという感じ。ただ、どこを割れ込んじゃったらまずいのと。まあ、当然ね、日足の落とし込んでいきますけれども、まずはこの上昇の平行チャンネルですよね。上昇の平行チャンネルの、サポートライン。36,700ドルあたりかな今ね。ちょっと上がってきましたから、36,700ドルあたりをちょっとこう割れ込んでしまうと、日足レベルで割れ込んでしまうと、やっぱりこう下値をね、試していくような動き。それこそ34,800ドルを最終防衛ラインとして、どういった形で動いてくるのかっていうのがおそらく焦点になると思いますから、まあ、今ねちょっとこう昨日と今日、今今日の段階ではまだ、決着はしてないんですけど、今ちょっと下がり気味にあると。だから、まあ、上昇の平行チャンネルの36,700ドルを明確に割れ込むと35,700、そしてその後の最終防衛かな34,800っていうところを、試しに来る。ここからね大きく反発してこの上昇平行チャンネル内に戻ってこれなければ、さらに下、はい、ここ、黒い右上がりのトレンドライン33,800ドル、700ドルあたりかな、33,700から600ドルあたりに今待ち構えている右上がりのね、まあ、黒いラインにアタック入っていくんじゃないかなということ。この右上がりの黒いラインっていうのは、年初から続いていたね、上昇を守っていたサポートラインでございます。この上に回帰してきましたから、まあこの結構長めの時間軸でもって、重要なサポートとしてはねやっぱり意識されるでしょうから、まず覚えておくべきは36,700ドル、これ割れ込んじゃうと日足レベルでの上昇平行チャンネルはもう無効になってしまいますからね、下落の足を早めていく可能性がある。で、その次に支えとなる可能性は、35,700 と34,800、この2箇所ですよね。で、それを割り込んじゃうと、33,600 から700まで落ち込んでくる可能性がありますから、ちょっとね、大きく今から下落してくる可能性が あるかもなと思う方、そして時期的にね、やっぱりこの、現物の ETF の承認待ち焦がれている方たくさんいると思うんですよ。だから、まあ、下落に関して言うとビットマン TV 限定的かなというふうに思っているところなんですよ。下落に関して言うとね。ただ、まあ、調整という意味で言うならば、それこそこの33,000、まあ、さっき言ったように600、700ドルあたりまでワンタッチして、もう一回反発で、チャートを作り上げていくっていう可能性がありますからね。そこはシナリオとしては押さえておきましょう。だから、最終的なロングポジションの玉入れ、先物関係の玉入れは、33,700ドルあたりまで、ちょっと引っ張っていけるように、ちょっと玉量調整していってもいいかもしれません。そこまで下がってくる可能、下がってくるかどうかは分かりませんけれども、まあ、36,700、35,700、そして34,800、そして最終の玉入れが33,700。こういった形で4パターンかぐらいでね、ちょっとこう、差し値を置いておいてもいいかなというふうに思いますので、ここはね、一つ意識しておいてください。で、12月を迎えて、いよいよね、現物 ETF がっていう話になってくるんであれば、それこそ4万ドルアタックに入ってくる可能性がありますし、承認されたってなると、一気にボーンとね、上にね、ブレイクしていく可能性がありますから、その時にどうでしょうか ?1 万円あたり、5000から6000ドルぐらいの利益がね、まあ、1万円あたりですよ。取れていける可能性がありますから、ちょっとそこをね、まあ、長期でもないし、中期でもないし、まあ、ある程度、1ヶ月、2ヶ月レベルですから、短中期レベルでの、ちょっとトレード戦略として、押さえておいてもいいんじゃないかな、というふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ただし、はい、32,000ドルを割り込んでしまうと、これはもうね、長く続いていた上昇の勢い、もうおそらく無効になってくるんじゃないかな、ってビットマン TV は思いますから、もしね、大幅下落してきて32,000を割り込むような下落が起こってくるんであれば、これはまあ、損切りをしていく、のがね、まあ、賢明かな、というふうに思いますので、まあ、ちょっと長い時間軸でもって、ポジションを取っていくのがいいでしょう。よろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう。次はこちらイーサリアムですね。行きまーす。イーサリアムなんですけれども、ただいまの価格が2000と37ドルあたりをね推移しているような状況でございます。で、今の値位置的に行くならば、短期的に高値を結んだラインブレイクアウトしてからのちょっとね調整で、まあビットコインも落ちてきてますから、その流れでちょっと調整下落が起こっている。ただ今の値位置っていうのは、だいたい今ぐらいの値位置で2020ドル付近っていうのは、この高値を結んだラインの裏タッチのサポートになる可能性もありますし、あとは短期の移動平均線ね、日足のこの青い移動平均線がなんだかんだサポートとなって反発上昇してくる可能性もありますから、まあその可能性、としてかけていくのが当然先も
物関係でございましょう。まあロングポジションをね取っていく一つのチャンスネイチに今なっているかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ただし、損切りラインはやっぱりちゃんとね意識しておくべきかなと。$1,900ね、この1900ドルを割れ込んでしまうと、やっぱりこのダブルトップっていうのを意識している方も多いと思うんですよ。今のチャート形状的には、短期的にはねこうトレンドが引かれてたんですけど、抜けていって結局高値を抜けられずに下落してきた。でダブルトップ、として見た場合のこのネックラインの1900ドルがありますから、ダブルトップとして見た場合のこの1900ドルを割れ込んだら、逃げる方たくさんいると思いますので、損切りラインは1900ドル割れ、はい、これは損切りラインとしては入れておくべきかなと。特にね、ちょっとした短期的なトレードをしていく方はそれはねある程度意識しておくべきかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。今のネイチはロングポジションを取るチャンスネイチ、一つ玉量を入れていくチャンスネイチ、ただしダブルトップも意識されるような形になってますから、1900ドル割れ、での損切りはね推奨でございますので、よろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう。次はリップルですね、行きます。リップルなんですけれども、ただいまの価格が 0.605 ドル付近をね推移しているようなところで、さっきねニュースでも上がってきてましたけれども、これですよ、いわゆるこれ、はい、上昇の流れからの下落の平行チャンネルを作って、今それを、まあ、時間軸的にブレイクアウトしていったというところがある。ただ、出来高が伴っていないので、なかなかそれを意識している方も少ないのかなという感じもする。で、あとは日足の短期の移動平均で押されてるので、まあちょっと垂れ下がってきてるんですけど、0.635 ドルとか、635ドルとか、このあたりをね、実態として抜けていけば、ブルーフラッグを意識する方が出てきて、ぐっと、価格をね、伸ばしていく可能性がある。で、そのブルーフラッグの一応ね、到達目標地点っていうのが、まあ、どっから始まってるのかにもよるんですけど、まあ、一応、文字、期間がこの10月後半にあったんで、ここ起点として考えていくならば、0.54 から、まあこのね、いわゆるポール部分の一番上、0.73 ですから、まあ 0.2 ドル上昇って考えていくと、まあ 0.8 ドル。それこそ、このね、重要な右下がりの黒いトレンドライン付近まで、右下がりのライン付近まで上がってくる可能性は、これゼロではないと。特にブルーフラッグを意識している方が多いんであればね。だから、その入り口が 0.635 ドルあたりを実態として抜けていけば、始まってくる可能性がある。ただ、まあ、直近でも 0.7 ドル付近っていうのはちょっと壁になってますから、短期トレードで話を進めていく方は 0.635 から入っていって、0.7 ドルで分割利確、0.8 ドル付近で全流しみたいな感じでね、やっていくのがいいかなと。で、もしこれを上にブレイクしていけば、その流れのままもう一回玉を入れ直して、上昇をまあ狙っていく、1ドル付近であるとか、あとは 1.5 ドル付近への上昇っていうのがね、やっぱり開けてくるかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。で、もしこれ下落に入っていくんであれば。まあ、ビットコインの流れにね、釣られている側面もあると思いますから、まあ、それこそ58であるとか、やっぱり耐え切ってほしいのは 0.55 ドルあたりかな。このあたりがある程度水平の押し目買いラインとしては意識されてくるでしょうから、0.55 まで落ちてきたら、まあ、現物購入のチャンスネイチとしても押さえておいていいんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう。ちょっと早いですけど、ブロック。はい、これで終わりにしましょう。行きまーす。ブロックなんですけど、ただいまの価格が 0.002165 ドル付近をね、推移しているようなところ。で、この通貨に関しては、まあ、ロングチャンス通貨として一つね、言っておこうかなというふうに思いました。はい。長く機能をしていたトレンドラインを、右下がりのトレンドラインを週足レベル実体上ブレイクしております。で今ねやっぱり週足の雲のがねある程度覆いかぶさっているので、上のヒゲをつけてやっぱり利益確定していった方も多いのかなっていうところで、まあ押し戻されている。ただまあ、これぐらい長くね、右下がりのトレンドとして頭を押さえつけられていたので、そういった意味を加味するならば、今ねロングチャンスネイチとしては、押さえておいてもいいんじゃないかなっていう感じですよね。ADXDI ラインも、青色のこの真ん中のねグラフでございますけれども、緑のラインが右上がり、赤が右下がりで、強気相場がまあ、かなりの強さが出ている。で青いラインが右上がりになっていますんで、それこそトレンドの強さがかなり今ね際立って出ようとしているっていう感じで、あとはRSI ね、買われすぎ売られすぎの指標もですけれども 58.76 あたりをつけてるんで、まあ、強気派優勢ということで、週足レベルでもちょっと雲が気になるんですけども、強気派優勢ということでロングチャンスかなっていう感じで、日足を見ていくならば上をね遮るようなものがないので、ここできちんとサポートされるんであれば、この上のヒゲね、まあ、これおそらく短期トレーダーの方だと思うんですけど、利益確定に走ってグッと落ちてきていると思うんですけど、このヒゲを覆い隠すように陽線がグッと作られてくるんであれば、もう一段上、当然これね考えられます。でその時の目標価格としたら雲中突入しますから 0.004 ドルあたりとか、このあたりっていうのが一つね目標価格としては据えられてくるかなというふうに思いますので、今のうちねちょっとこうブロック意識してもねいいかもしれません。よろしくお願いいたします。チャンス通貨として、先物関係チャンス通貨としてはね、押さえておきましょう。損切りをしていくんであれば、まあどうかな、
このトレンドラインの実態として割れ込んじゃったら 0.002 ドル、 0.002 ドル、まあ今ぐらいから入れて 0.002 ドルを実態として明確に割り込む、もしくはまあ耐え切れるんであればね、この 200EMA 結構冷やしても意識されていたラインかなと、直近で特に。だから、0.0018 ドルとかを割れ込んじゃったら、もうこれ損切りをしていくべきかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、抜け直後ですから、騙しに遭う可能性もね、まあ、ゼロではないんですけど、一応チャンスとしてはね、押さえておいてください。はい、それではね、本日の配信以上となります。またまた皆様、次の配信でお会いしましょう。では、バーチャッ、バーチャッ。